M1 ファイナリスト米田2000が現役高校生の悩みを解決。今週は加穂高校からお届けします。今日は3年生石丸俊介さん、自分の殻を破る秘策とは。僕は友達が遊んでる時に、そう自分も混ざりたいんですけど、一歩引いちゃって、こう高校生らしくはしゃげないっていう、はっちゃけたい、はっちゃけたいよねでもちょっと大人ぶっちゃうみたいな。そうですそうです。あ、なんか僕の多分周りからのイメージがちょっとクールっぽい。なるほど。どんで多分そうですね、やっぱそこがちょっとなんか崩れちゃうんじゃないかっていうのが怖い、怖いですね。でもなんかカウントダウンいいって言うよ。あ、そう、起きる時とかも、はい、起きるまで10、9とかやると、あ、10がいいって聞く。絶対にもう行くしかないと思うからね。そうだから、はい、あ、そこで楽しそうにしてる石丸はっちゃけるまで10 9 8 3 2 1。何してるの？なんか10秒で気持ち作るとかね。確かに。そう、いいと思うよ。いいですね、それ冷静だな。それでは、米田2000の2人と実践です。おい、やめろよ。お前元気だな、いつも。おい、おい、なんだよ。石丸が発射けるまで10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。シャーウェイ。素敵、できてたよ。これ最高です。最高ですわ、これこれからちょっと活用していきたい。いや、やってってほしい。